しのけんのポッドキャスト教えて篠崎先生。ポッドキャスト教えて篠崎先生は、日本語教育についてのお悩みや授業のヒント、文法に関する質問や発音矯正のやり方などを、日本語教師歴20年の篠崎大師がお伝えする番組です。知的に輝く人生をコンセプトに、日本語教育を楽しむノウハウを提供する株式会社しのけんがお届けします。皆さんこんにちは、張佳玲です。ポッドキャストしのけんの教えて篠崎先生、今日は第86回です。篠崎先生、どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。で、この今ね、コロナがずっと続いてて、はい、もう2年ぐらいかな、1年半か2年ぐらい続いてます。ですね、こんなに続くと思いませんでした ね。 ね、はい。これ張さん、もうなかなか台湾に帰ることできないんでしょう。ですね、ずっと帰ってなくて。ねえ、やっぱホームシックになることありますか？食べ物は恋しくなるんですけど今何食べたい？台湾のもので。はい、食べたいものですか？ん？食べたいものですか？そうそう。一番食べたいのは臭豆腐ですかね。あれ、日本じゃなかなか作れませんし。臭豆腐ってあのすごい臭い豆腐なんだ。はい、すごい臭いやつです。ああいうのいいの？ほう、ああいうのが好きで、特にビールと一緒に飲むと親父じゃないかうちの夜食はいつも臭豆腐にビールです。そうなの？はい、実家の方でそれお父さんの晩酌に付き合ってるだけなんじゃないの？違う。いや、うちは父と母もお酒を飲むのが好きなので、家族みんなで飲んでましたね。あ、そうなんだ。はい、はあ、やっぱり相当臭いんですか？僕食べたことないからわからないんで。かなり臭いです。あ、本当。で、日本人が食べたらお腹を壊すこともあるらしくて。あ、本当。はい。台湾の人でも好きな人と嫌いな人が分かれますか？それともみんな大体好きですか？大体好きなんですけど、嫌いな人はすごく嫌いですね。ああ、そんな感じです。なるほど。日本のなんかの納豆みたいなもんだね。そしたら、ね、好きな人は好きだけど、はい、嫌いな人はもう絶対食べない。納豆は私はちょっと無理です。あ、本当。匂いが匂いが食べたら実際にそんなに臭くはないって聞いてますけど、匂いでちょっと怖くなって臭豆腐の匂いはいいけど、納豆の匂いはダメですね。発酵食品がやはりそういうところがあってて。なるほどね。うん、じゃあ質問いきましょうかはい、今日は60代デビューから5年目の女性の方からこのような質問いただきました。篠崎先生、張佳玲さん、こんにちは。いつもありがとうございます。特に日本語学習者の立場からの意見や感想を篠崎先生が引き出し、張佳玲さんが日本語で話してくださるのが興味深いです。照れますね、これは。ですね、うん、これからもうあの教えて張佳玲先生にしようかいやそれはできませんよ、篠崎先生ほどの知識はないのであ、そうはい、はい、張佳玲さんはオンラインで日本語の授業を受けたことがあると思うのですが、音声の質についてどんな感想をお持ちですか？外国語を聞く場合、普通は母国語よりも聞き取りにくいでしょうし、先生方や配信者のマイクの使い方に左右されると思います。去年の段階では急にオンライン授業になったので、私はスマホに付属のイヤホンにマイクもついているものを使っていました。1年も経つと、テレビや他の人の動画などで声の聞き取りやすさに違いがあることに気づき、では自分の音声は学生にとってどうなのか気になり始め、いいマイクを買おうと考えています。いいものをご存知でしたら、そのものズバリでもいいですし、逆にこういうのは困るとか、せめてこれだけは守ってやめてほしい、はっきり発音しようとして、息が入りすぎるのはダメ、などでもいいので教えてください。以降、4月以降もオンライン授業が決まったので、春休みの間にマイクなどの設備を揃えようと思っています。何十万もかけられませんが、数千円から数万円で改善できるものなら考えていますです。うん、なるほど、うん、はい。これ、あ、そうそう、今の、お便りで一点だけね、ちょっと気になったところがありまして。はい、何かと言いますと、母国語という言葉なんですよね。
はい。うん。これ、まあ、使う方もいらっしゃるんですけども、これ、母国語という言葉は使わない方がいいと思います。はい。じゃなくて、母語。母語ですね。母語っていう言葉です。なんでかというと、その人の国と国籍と、その人が使っている言葉っていうのは必ずしも一致するとは限らないからなんですよね。ああ、確かに。うん、うん。一致するとは限らない。で、場合によってはそういう人権問題につながることもあるので、わうん、いやそうですよね。やっぱり言語というのはその人のアイデンティティと関わりますし、はい、うん、国というとやっぱナショナリティみたいなことが関わってくるので、まあ、はい、場合によっては人権問題に発展することもありますので、もう母国語という言葉はよく使わないで、もう母語という。母語ですね。母語が実際正確に伝えられるというふうに思いますね。はい。はい、で、張さん、実際オンラインで日本語の授業を受けたことがあるんですか？もう日本語の勉強はしてないでしょ？今は。日本語の勉強は受けてないんですけど、日本語でオンラインで授業を受けてましたね。まあまあ、そうだそうだね。専門の授業ね。はい。うん。で、今もね、大学の授業も、オンラインの授業は今どれぐらい？その半分ぐらいですか？それとももっと多い？今学期は基本対面なんですけど、前期は大体オンラインでしたね。うん。はい。そしたら、授業の先生によって、音質がいいとか悪いとか、聞き取りやすいとか、聞き取りにくいとか、そういうのありますか？かなりあります。あ、かなりあるの？かなりあります。おう。はい。どんな感じ？どっちかというと、音声の質ではなくて、マイクの使い方によって、聞き取りにくい先生が何人かいまして。ああ。まあ、どうなんでしょう。はい。マイクの使い方って具体的にどういうことですか？まあ、で私も今、ヘッドホンして、ヘッドホンにこうマイクがこう一緒についてるのを使ってるんだけど。はい。これ私の声は今、ちゃんと聞こえてますか？今、聞こえます。ああ。はい。今聞こえるってことは、聞こえない時もありますか？例えばインターネットの接続状況が悪くなったら、音声がなんか、ああ、はい。基本マイクの使い方が正しければ大丈夫なんですけど、まあ、インターネットの通信状態も関わってきますし。うん。まあでもマイクの使い方が一番大きいですね。その通信状態が、まあそれはもう通信状態はもう教員では何ともできないじゃないですか。はい。でなくて、例えば、この先生のこのマイクの使い方はちょっと良くないみたいな、そういうのありますか？ありますね。例えばかなり離れているところから声を発するみたいな。たまに教室でオンライン授業をやる先生がいますけど、そういう先生は黒板で何かを書きながらマイクを使ってまして、でもしヘッドフォン式で隣についてるとか、マイクを持って話さない限りはかなり聞き取りにくくなってしまいます。ああ、教室で、はい、はい、でも学生はみんなオンラインでつながってるわけでしょ？ですね。教室には先生しかいないわけよね。です。なるほど。それで、はい、あ、それで、まあ、先生とか教師は、まあ、いつもと同じような感じで、はい、誰もいない教室で。で、マイクを机の上に置いてとか、黒板を書きながら話をされると、なんか、聞き取りにくくなってしまいます。それは聞こえないでしょう。はい。なぜ、ズームのホワイトボードを使わないのかな。確かに。ああ、まあ、使いにくいのとあるかもしれない。ああ、それは確かにそうだね。あとは、うん、多分音声の接続の仕方が悪くて、なんていう、先生が喋ってると同時に、他の、なんて言えばいいんでしょう。例えば、教師と会話してるときで自分の声が聞こえたりします。そうなったら喋りにくくなるし、先生が何言ってるかどうか、なんか声を遮ることもあったりしますので。ああ、なるほど。あともう一つ、すごく困ってることがあるんですけど、たまに映像を流しながら説明する先生がいらっしゃいます。うん、で、そういう時は両方の音声が混ざっていて、どっちも聞こえなくなってしまいます。なるほど。はい。なるほど。あとはそういう似たような問題なんですけど、音声の音がすごく大きくて、先生の声がすごく小さくて、となると頻繁的にパソコンの
スピーカーの調整が必要となってきますし、まあ、基本先生の声が聞こえないんですね。ああ、なるほどね。はい。まあ、いろいろあります。この収録も今、実はズームでやっててね。はい。蝶さんと私でズームでやってて。で、実はこの収録する前に、テストで、ね、ちょっと一回収録して、簡単な、音声といいますか、はい、ズームで収録して、蝶さんの声と私の声がちょうどバランスよくこう取れてるかっていうのを確認したんですよね。はい。うん。やっぱこういうことはやっぱりできれば事前に確認しといた方がいいかもしれないよね。ですね。あと、やはり授業中に録画して、後で自分で確認することも大事じゃないかなって思ってまして。ああ、なるほどね。あれがないともうずっと聞き取りにくい授業が続いたりする先生が。ああ。はい。学生さんから、例えば、先生、声が聞こえませんとかっていうの、そういう発言はないの？あんまりないんですね。特に留学生の場合は、そもそも、ちゃんと先生に自分の意思が伝えられるかどうかが微妙なところもありまして。そうだよね。はい、ので、言わない学生が多くて、最初から先生が何言ってるのかわからない留学生もいますね、友達が。はい。なるほど。そうすると、まあ、まずは、いろんな機材を整えるという前に、はい、ちゃんと、ちゃんとマイクの前で話すっていうのが一つ基本だけど、はい。はい、やる。それから、なんだっけ、他の映像を流すときは、どっちかの音を消すなり、はい、教師が話すんだったら、動画の一回停止をするとか、はい。っていうのがいるし、はい。もう一つは、事前にこう、収録テストみたいなことをしといて、まあ、簡単ね、ズームだったらズームで簡単な収録しといて、ちゃんと教師の声が届く、聞こえるかどうかとか、はい。あるいはその会話をするときに、相手の声と自分の声の音のバランスがちゃんとできてるかどうかっていうのをちょっとチェックしておくという。はい。これだけ。あとは発音？ん？あとは発音ぐらいですかね。あ、どういうこと？はっきり発音する先生と、はっきり発音しない先生がいらっしゃいます。ああ、なるほど。もともと前、音声になると聞き取りにくくなるので、はっきり発音してくれる先生だったら、なんとか聞き取れますけど、はっきり発音しない先生だったら、もう何言ってるかが全然わからなくなったりします。ああ、なるほど、ね。特に、これはまあ、みんなそうなのかどうか分かりませんけど、私の場合はオンライン授業だと多行音と那行音の聞き取りが聞き分けができなくなってしまいます。何と何？多行音と那行音。あ、多行音と那行音。はい。ないかないかが分からない状態になってしまいます。あ、なるほど。はい、うんうんうん、でそういうことがあったりして、あ、困ってるっていうか、なんかね、場合によってはね、言葉の意味が全然変わってしまう場合もあるからね、そういうね。ですね。ああ、そうすると、まあ、教師もできるだけはっきりと発音して話す。はい。うん。篠崎先生の場合はかなりはっきり発音してくれていますので、聞き取りやすかったんですけど、先生によっては。はい。まあね、私は日本語教師だからね。まあ確かに日本語教師がはっきり言わないと学生がちゃんとこちらの思ったように動いてくれないからね。そうですね。なるほど。はい。あ、やっぱそのはい、そういう基本的なところをまずきっちりしっかりやるっていうことがまず第一。はい。で、それぐらいしてくれたら大体聞き取れますけど、まあやはり音声の質はいい方がもっと聞き取りやすいというのもあります。でもどっちかというと個人的にはマイクの使い方や音声の流し方とかの方が大事だと感じました。ああ、なるほどね。はい。で、今ずっと挙げたようなことを、まず、まあ、注意してもらって話してもらう、はい、うん、いうことですよね。あと、まあ、例えば私が気にしてるのはこうやって調査と話すときにですね、はい、あんまりこううんうんとかほーとかなるほどとか、あんまりこう、ちょっと控えるようにしてますけどね。はい。一回ね、このポッドキャストの収録で、もう普通に相槌を打って、改めて聞いたらですね、私の相槌の音が、なんかもう耳障りで、邪魔でしょうがなかった。うん。だからそういうのは、まあ、あるかなという感じですね。はい。あとね、まあ、
じゃあどういう機器がいいのかってことなんですが、まあ、これはもちろんあの環境によっても違うんですけども、例えば今私大学の研究室でやってるんですが、その場合は割と外の音はあんまり入ってこない、はい、そういう場合は私はヘッドホンでなくって、あの実際のこうマイクをこうなんかスタンドマイクみたいなのを使ってます。はい、でおすすめはあのマランツプロっていう、マランツっていうところが出してるマランツプロの USB コンデンサーマイク、マランツプロの USB コンデンサーマイク、そうそうマランツプロ、うん、これあの有名なマイク の, あのメーカーだそうなんだけども、はい、あの私は全然知らなくてたまたまあの買ったのをですね、あの初等教育の音楽の先生がたまたまその研究室に来て、はい、それ見てやっぱり先生マランツですよねって言ってたまたまなんですけど、そうたまたまよ、あそうですよね、わかりますって思わず言ってしまった知ったようなそうそうそう心の中ではね、あそうなんだと思ったんで表には出さないんですね、出さない、うん、でもこれね使ってみるとやっぱ良くて、あの、はい、今あの違うヘッドホンの使ってるんで、あのこの音質ではないんだけども、あのすごい柔らかい音質なんですよね、はい、うん、なので、まあ、もしよかったらこれね、私が買った時は6000円でした、あのアマゾンで6000円でしたので、今ちょっともしかしたら価格は違うかもしれませんけども、もう一回言いますね、マランツプロ USB コンデンサーマイク、ポップフィルターです、6000円でした。これちょっと使ってみてください。はい、ね、はいポッドキャスト教えて篠崎先生第86回でした。篠崎先生どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では篠崎大師への質問をお待ちしております。ウェブサイト篠研日本語教師篠崎大師研究室にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.kanjifumi.jp です。この番組は提供株式会社シノケン、プロデュース篠崎大師、番組協力コロランテ、ナレーション太田由紀子によりお送りいたしました。